はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、やってまいりましょう。バイオハザード6ということでね、バイオハザード RE4 発売直前キャンペーンということで、今回はね、とりあえず、レオン編だけをこうやっていこうかなと思って、ニューゲームプラスでね、でプラス、一応全部もういつくらいかな、もう去年くらいかなに、プレイ動画っていうのはもう上げてるんですね。一回クリアするっていう感じのものをやっているんですけど、ね、クマがウニュ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 ウって。で、入手した武器をリセットしては、これはいい絵ですね。もうめんどくさいんで継続した感じでやっていくと思います。で、今回の目的としては、エンブレムを全部エンブレム全部壊して、フィギュアを手に入れて、で、そのフィギュアを皆さんで、いそいそと楽しむっていうことを目的としたいと思いますんで、スピリットできないですからね。はい。なので、ちょっと難易度の方は、一回ノーホープでやってみたいなっていう気はするんだけど、絶対に多分ね、チャプター1すらもクリアできない気しかしないので、目的はね、エンブレム破壊っていうところになるのと、あとはね、バイオ RE4 で、レオンが、なんで2004年の世界だから、その10年後くらいにはこんな目に遭ってんだぜっていう、未来をこう表現するみたいな、そんな感じでやっていこうかなと思いますんで、とりあえずノーマルでやっていこうかなと思います。で、オンラインはしません。アタックリユニオンは、別にやってもいいよと。前回終わったファイルから全く動かしてないんで、一旦は残念ながら、無限武器はないんだけど、無限武器が手に入ったら、ちょっとね。だからアクションを楽しむというよりは、クリアした先にある、ちょっと、フィギュアでいそいそとみんなで鑑賞会を楽しむっていうのを目的にやっていこうと思いますんでね。プレイ面に関しては、のほほんってやっていきましょうよ。緊迫感のあるね、初見プレイが見たいとかね、難しいのが見たいという方は、また別のチャンネルをご覧いただけたらいいのかなと思うんですけど、前回の動画なんかでは、初プレイじゃないけど、初見プレイじゃない、初プレイだけど初見プレイじゃないっていう、ちょっと難しい感じだけど、やったことはあるんでね。はい。ということでね。久々にバイオ6だね、やっていこうか。バイオ6ね、実況で撮った時以外、基本は弟と一緒にプレイするっていうことが多いんで、一人でプレイするってなると、やっぱりこうちょっと、CPU に背中を任せるのって緊張するよね。本当に。あれ？ちょっとずれた。ということでね、いくらゾンビ化しててね、レオンが分かってるといえね、やっぱりね、自分の恩人である大統領を銃でぶち抜くっていうのは、なかなかに緊張するよね。で、今回チャプター1からやっていくんやけど、チャプター1に関しては、ここの大学の職員の人と出会って、エンブレムが、出会った直後くらいにあるエンブレムかな、それを壊し損ねているっぽいので、そこだけ壊していく感じで進めていこうかなと思います。相変わらずね、こいつは何言ってんだ、トンチンカンチン、トンチンカンなことを言ってるなみたいな、そんなとこオチがあるかもしれないけど、それはいいとして、とりあえずね、進められるところは進めていきましょう。変な24歳なんだよね。見た目と髪型おばさんくさいけどさ、でもこうバイオで出てくる女性キャラの中では、スタイルは相当ね、ボンキュッポンのタイプの方だよね。だからこういうグラマラスな女性がお好みの方ね、あと鼻が高い女性が好きな、人もいたりするもんね。確かにちょっともみしだいてみたい。だからこういうエロい発言ばっかりして、こういうのでなんかね、やっぱりほら、誰だっけ、ハニガンか。ハニガンと比べると、RE4 のね、ハニガンはね、相当美人。ボインってなんか弾けてるんだから、あれボタンを閉じちゃうと、多分ボタンをパッ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 バイオ6を全くやってないんで、どんな感じで終わったのか、せめてベテランくらいの難易度でやっとけばよかったかね。さて、やっていきましょうか。どんな感じのステータスで残ってたのかっていうのが、すごい気になるところではあるんだけどね。はい。
ということで、Now loading。 V を押したまま W を押すと、あー、そうなんだ、知らなかった。へー。 Adam、I'm sorry。 なんだかんだで、そのバイオシックスはそのレオン編とかジェイク編とかはなんかすごいそのストーリーはいいって言われてるけど、レオン編、なんだ、ものすごいくるくる回るし、ちょっと待ってね、ちょっと待って、今あのハンドガンの弾がゼロだったぞ、全部使い切ったのかこれ、はあってかなんかすっごいカクカクしてる、うん？オタク誰よ。いいね、大統領と二人でなんかいそいそとできるって。ちょっと待って、スキルセッティングから、まず必要だ。スキル装備します。アイテムドロップ、ディフェンス、コンバットゲージ、あとは何もセットしてないのか。アイテムドロップはもう別にいらないか。じゃあちょっとそれは、そうなんですよ、ほらねえ、スキルセットできたからいいけど、ハンドガンの弾ゼロなんだよね。お怒りレオン。You're gonna tell me everything once we get to the cathedral. Deal? Deal. ええ、必ず話してもらおうか。あー、なんかパスカルとかに似てるよね。そう。パンセ・パスカル。でもパスカルって、なんかすごい厳格な、なんか家庭に育ったのが原因なのか。なんか最初はその数学とかそういう世界、物理学とか数学とかそういう世界になんか精通してたらしいけど、まあだんだんとその、やっぱり、なんて言ったらいいんだろう。人間そのもののことを勉強する方がいいんじゃないかっていうことに気づいたっていうね。これ、あ、ただのペンか。なんか、自分でその絶望してカッターで切っちゃったみたいな、そんな、あれかなと思ったけど、そうでもなかったね。最初のね、なんかこの、多分、ストーリー的に、まあ、三人の主人公、まあ、プラスアルファ、裏主人公っていうのが、こう、今回の作品の売りじゃないですか。で多分、順序的にはレオン編からやっていくっていう流れを想定してるから、こういうなんか慎重のな、ホラー要素があるような感じなんだろうけど、ねえ。ちょ、すごいね。こっちがどうなってたかね。なんて書いてあるんだろう。ちょっとあまりにもぼやけすぎてさすがに読めん。パイナポピッツァ、パイナポピッツァ、なんとかかんとか書いてある。そう、しゃくれたレオン・ S ・ケネディ、あれ、しゃ、間違えた、しゃくれたジョン・ F ・ケネディみたいなよし、V でね、こう前までそのバイオ4のプロフェッショナルやってたじゃないですか。だから操作感がいまいちね。バイオ4ってあのやりにくいのが、6とか RE2 とか RE3 とかやってた人はわかると思うんだけど、こう360度にカメラがこうくる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 って回ってるじゃないですか。こうでバイオ4の場合は360度までいかないからね。I hope so。 あれ、あ、弾が増幅できた。やった。え、それとも、これ、え、どういう仕様でこれを見たんだ。 Like、え、嘘。 RE2 とかを経験したあなたからしたらさ、もう最初からゾンビがうえーってやってきたから、こんな静けさなんて感じる間もなく、ずっと慌ただしくやってた気がするんだけど、気のせいか。チキ、あれ、ちょっと、まだ何の操作もできないな。で、これで奥に男が走っていく姿が、うん、なんかあいつがね、分かる人には分かるかな、あの ロストワールドってあのジュラシックパーク2に出てくるあのジョン・ハモンドの甥っ子っぽく見えるんだよね。まあ、ちょっとここら辺もなんか一個一個こう観察できてたらいいんだけどね。こうてか一個思うのが、こうさ、料理がさ運ばれてる席とさ、そうじゃない席っていうのは、まあ、出席者がいるいないのはあるのかもしれないけどさ、来てる料理がバラバラなんだよね。ほら、これは手羽先だしさ、こっちはスープだしさ、そんな、あ、それともあれか、バイキン、ビュッフェ形式になってるからなのかな。ビュッフェ形式だから好きな、いやー、ここに関してはもう来てないしね。うん。お、あ、無理か。で、こっちじゃなくて、奥に、お父さんがいるよ。
なんかこういうのプラプラとかしてたらさ、あのあれっぽいんだよね、ジュラシックパークのさ、ベロキラプトルから逃げていくシーンみたいな。これ何なんですか、真ん中にサラミがあるよね、これね。サラミを挟んだチーズケーキ。奥のああいうのやっぱね、クリスマスシーズンとか食べたいよね。一個一個気になるよね、こういうのとかね。こういうのあんまりその兄弟とかでやってるとさ、さっさとクリアしようぜみたいな感じでじっくりできないのと、あとやっぱ画面はスピリットしてるから、画面をスピリットしてるからどうしてもね、小さくて見にくいっていうのがあるんだよね。ということで、おいでおいで、じゃあやっていきましょうか。オープンセサミー、おはようございます。ウェイ、声裏返ってるけど大丈夫？しんどそうだね。僕も喘息持ちだからすごいわかるよ。小児喘息とかすっげえ辛いんすよ。あのね、これね、なった人にしかわかんないけど、本当にこう何かで例えてたのと、地上で溺れるっていう表現をしてて、いやまさにそれなんだよね。あのあれを落としたのがさ、なんかこうキーアイテムになるみたいなね、言い方だと面白いけどね。あ、娘さんですか。2012年、確かに僕もこの時から iPhone4S を買った記憶があるわ。で、買ってさ、そのスマホデビューだったから、友達に、なんか、もうすぐ iPhone5 が出るのに、今更 4S 買ってなんなんみたいな、あの、時代遅れちゃうみたいなこと言われて、そんなこと言われても何のこっちゃか分かんなかったからね。本当に。まあいいや、今日は。さてさて。よし。じゃあ、違う、この部屋のどっかに確かあるってなんか書いてあったんですよ。あったこれだ。よし、オッケー。これで、チャプター1の残ってるエンブレムはもう全部クリアです。ということで、お疲れ様でした。そうなんで、エンブレムを壊す旅とかって言っときながら、まあ、あの、ね、RE4 の8年後、9年後を描いた世界を、こう、レオンが、巻き起こしていくっていう。まあ、巻き起こすっていうの変だな。まあ、振り返りじゃないんだよね。これ何プレイって言ったらいいんだろうな。まあ、未来にこんなことが起こっちゃうんだぜプレイだな。どんなプレイやね。で、あれちょっと、おっさん、あれ、おっさん早くね、おっさんもう行った。あー、ライトニング砲めっちゃあんだ。なるほどね。これ、ここら辺は何もないと。OK。で、アイテムがあれちょっと待って、アイテムどう、あ、いいか。あ、タブじゃないのか。なるほどね。あ、しかも、この時移動できるんだな。なるほど。ちょっと待って。こうでしょ？で、あ、F か。F か。なるほどな。OK。よし。ほんじゃ、まあ、とりあえずは、まあ、普通にハンドガンの弾で行きましょうか。あんま弾ないけど。あ、ちょっと待って。いけない。迷路にはまってる。これあれだよね。戻りマシーンっていうのを言ってるんだ。しかも燃えてるし。やばい。燃え散らかってる。急げ。すごい数だな。すごい数だなってことは。何、窓で巻いてんのか。あれとか、いつまであんた2つ持ってんだよ。あのね、エラン、手でかくない？片手で手よりも、手を覆いつく。でかくない？知らんかったわ。へぇー。アメリカ人はそういうあれなのかね。まあ、片手で手を覆うことはできるかもしれないけど、あれの場合、覆うというよりは覆い尽くすっていうくらいの大きさだよね。F で、あれか。ちょっとキー変えようかな。ボタン間違えそうだな、これ普通にな。あれちょっと待って。違う。なるほど。あれが表示されている間は、もうすげえ気になるわ。なんかあの、手の大きさ。でもまたいたのかよ、パスカル。てか、なんかさっきの絵よりも、ちょっと骸骨化してない？大丈夫？しゃくれたジョン・F・ケネディ。いや、あんたこれ多分、あんまりそういうこと言っちゃいけないんだよね。校内にいるはずなんだ。Exit。
ティリンティリンティリン。オッケー。さあ、オープンセサミ。で、こっちは特に何もないと。まあ、急に歩き始めるんだもんな。ほい、よいしょ。そっか。90度ターンがない代わりにあれなんだな。で、Elevator. Need to get the elevator working again. 無理です。It's locked, but I work here. 動かせるんかい。あ、そうか。電源切れててもあれか。You can take my car. そうなんだよな。車のキーまでよこしてくれてたらね。もうその時点で逃げることができたんだけど。違うな。塞がれてたんだっけ確か。そんな気がする。あれちょっと待って。ああ、自分で行くんかい。綺麗ね。Beautiful. Proceed.何もしてないのに、急にグッドワークとか言われたら、変なもう、本当に困るわな。なんとかギリギリ返してくれたけどさ、もう一回やってみる。This way. Roger. Move in. Not now. まあね。行ってくれるんだ。全然前に行ってくれようとしないけど大丈夫かな。よし。カチャカチャ。Careful.ヒケフってさ、てかこの手でかくないマジで。アダムなんじゃないこの手実は。こっちまで来て、あ、レオンくんこっちじゃないっつってさ。ねえ。急に現れるよね。で、思いっきり顔狙おうとしてるしね。あ、でも、意外と顔立ち綺麗だな。てか目がすごく綺麗じゃないリーズ。ねえ。季節が6月だからね、短パンが似合うよね。これ西海岸なのかな。ああ、わかった。ドーナツ2個しかなくて、ドリンクも2個しかないから、その腹いせにこの2人、大きいお口。男同士、あれだな。1人の女を2人の男が争った結果、ああなって、っていうことなんだろうな。こいつらでもゾンビにならなかったってことだよね。霧を吸うだけ吸って死んだってことなのかな？このピアノじゃなくてなんだっけ、あのモーツァルトくらいの時代でさ、ピアノの一個前身があったじゃん。名前なんだったっけな、忘れちゃったな。まあいいや、とりあえず。How do we get out of this place? Come on. The underground parking lot. あるよ。地下の駐車場。The elevator is up ahead. Hopefully it still works. 大学生の生尻を見ながら行きましょうか。まだギリギリ人間だからね。これパンめったなことは言うもんじゃないかな。ねえ、ほら、これラインじゃない？これ上はある？上もあー、なんかこう完全な妄想だけど、この辺にあるような感じするよね。このライトで照らしてる部分ね。ポロシャツの方がさ、ワイシャツよりも前かがみになった時に見やすいんだけど、さすがにちょっとあの角度無理だったね。胸元ゆるゆるなんだよね、ポロシャツの方がね。いやいや、そんな、お礼だなんて。娘さん一人でいいですよ。ただ、1分後の娘さんいらねえかな。さて、じゃあ皆さん、恐怖の時間がやってまいりました。と言いながらも結構収録もまあまあいい時間になってきたんだよな。どうしようかな。じゃあ例のあの大学校内に入った、まあでもここ校内かすでに。まあもうちょっとだけ進んでね、まあもうちょっとってもあと2、3分で終わると思うんですけど、まあそこまで行ったら一旦ね、区切って終わりにしたいと思います。はい。ここでこと切れちゃうんだよな。We're almost there. 頑張る。パパ、頑張る。パパ、頑張るはおかしいな。あたし、頑張るだよな。Liz? Liz? いや、でもこれが、こう、20年後の自分だと考えてさ、大学生のになってる、しょ、娘が、まあ、大学生になってるのか、働きに出てるのか分かんないけど、目の前でこうなったら俺もそうなるわ。なることはないけどね。なんだろうな、自分のその親父にずっと言われてたのは2つなんだよね。親より幸せになってくれっていうことと、まあでもその幸せって比較するもんじゃないから、これって難しいなって思うんだけど、あとまあもう一つは、
あの親より先に死ぬなってことは言われてるからね、うん、でも目の輝きは変わってないよね。これゾンビになった瞬間、そのゾンビになった瞬間あれだよね、肌色がちょっと恐ろしく悪くなるよね。あ、痛い。おお、ちょっと女同士いいじゃん。ほい。まあこれでこうね、あ、ちょっと待って、なんか首元がさ、首元から茶色かったけど大丈夫か、髪の毛がぐる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 ってなってるけど。I can't believe this. ちょっと待ってよ。格闘技がどうだったっけ？普通にただのクリックだったっけ？クリックでいけるんだっけ？ちょ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 、なんかいる、うん、なんかいるのは分かってる、なんかいるのは分かってるけど。大丈夫大丈夫、そんなてか、これ初めてやった時本当これ絶望だよね。こんな急にさ、ほっ、ほっ、オッケー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 、いや、オッケー、とかこいつら何のアイテムも落とせないか。そうで、この職員の車はどこよ、この職員の車はどれよ。ほっ、いや、え、でで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 、ほっ、ほっ、ほっ、いや、やばいな、こんななんか戦い方してたら多分事故起こすな、普通に。あー、危ねえな、ほんと事故起こしかけたわ今。ちょっと待って、で、あれ、ダメだな。あ、アイテムってこの時点じゃ全然落としてくれないのか。そっか、あれでもまだゾンビいるよね。あー、あの倒れてるやつとかいるよね。で、こっち抜けようとしたら、ね、出ていけというよりは、出ていけって出ていくのとこっちだよね。出てったらまずいんじゃね、むしろ。ねえ。あ、ようこそお待ちしてました、みたいな。おい、おはようございます。うい。おれ。あ、いたわ。ほっ。ほっ。いいじゃん、抜いて。もう一回刺してあげる。どうぞ。抜き刺し、抜き刺しするのがね。ピストン運動が快感を生みますからね。違う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 。そんなこと言ってっからダメなんで。違うって。罠罠、危ない危ない、もうちょっとで間違えてブーって燃やすとこだった。はい、ということで、まあ、一旦ね、ちょっとムービーこれ終わって、まあ、大学構内に入るっていうところで、まあ、ちょうどいい時間くらいなってんのかな、今何分くらい、20分くらい収録してんのかな、うん、と思いますんで、一旦ね、区切りがいいところまで来ましたんで、この辺りで終了とさせていただきたいと思います。ということで、エンブレム頑張って獲得してってよーっていう方はね、ぜひね、応援とね、応援はしてほしいな。うん、応援とチャンネル登録ボタンとね、グッドボタン押してくれると嬉しいです。はい。面白いで、ヘルプヘルプって言うけどね、これ多分自分の声が大きすぎて、で、こいつらサイレントで近づいてきてて、で、隣でね、あーってやってんのに気づかないヘルプやってるバカってね、ほんとね、まあ行くぞって、まあ無駄よって、もう本当に、もういつ too late、まさにその通りなんですよ。もう無理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 。ね、意外とレオン行動遅いよね、なんか、この時のレオンはすごい迷ってる感じするけどね。うん。でも、やっぱり、人から諭されてさ、こう、ね、分かった、そうしようって言ってるところと、人の言うこと全く聞かないで暴走して部下をどんどん失っていくゴリラとさ、ここがなんか結構対極に描かれてるような気はするけどね。はい。アイテム R か。あ、なるほどね。リロード。OK。初アイテムリロードできました。OK。ということで、じゃあ一旦ね、この辺りで終了とさせていただきたいというふうに思います。最後ちょっとね、この谷間を拝みながら、終わりにしたいと思います。ということで、お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。プルンプルン。